かないんですか。行ったよ、今帰り。今、うん、私発達障害あってさ、 ADHD って言うんだけど知ってる？秒単位で忘れていくくらい忘れっぽくてさ、でも思いついたらすぐ行動しようとするから、ここ行きたいと思って友達誘っても当日になって忘れてたりするんだよね。私も同じ。あんた朝使ったアイロンどうした？アイロン？先生から電話があったわ。朝起きたらお腹痛くて。学校行かないのか？めんどくさい。めんどくさい、めんどくさくないで行くんじゃないぞ学校は。だるいんだって。ねえ、てかさ、この前貸した英語の参考書は？あ、人の気持ちとかわかんないよね、あんた。こうしたら嫌かなとはちょっとは考えないわけ？さ、何すんの！たまたま普通に生まれたやつが生きて見下してんじゃねえよ！逆にさ、周りが絶対うちらに迷惑かけないとは限らなくない？今日一緒だったお友達？はじめまして、笠貝樹里です。もうあの子に会うのはやめなさいね。全然悪い子じゃないよ。診断されてんじゃん。お前はその診断に ADHD っていう名前にただ甘えてるだけだろ。家族も学校も私なんかいらないって。一緒に生活していくのは難しいですかね。もう学校終わったんだ。将来困るのはあんたなんだから大丈夫だよね。適当に頑張ってください。適当に？なんだよ。あた私笠貝樹里、樹里でいいよ。ありがとうございます。糸の母です。なんでそんなに適当なんだ。ほら、茶髪も今日しか見れないもの見に行こう。よろしくね、糸。